日本関東地方神奈川県横浜市青葉区、新石川新石川は神奈川県横浜市青葉区の地名。現行行政地名は新石川1丁目から新石川4丁目。住居表示水市区域。青葉区東端の町である。元は元石川町の一部であり、1979年に道庁から分離して新設された。地域の西部を 東急田園都市線、東部を国道246号、東名高速道路、南部を横浜市営地下鉄ブルーラインが通る。国道246号の新石川交差点は渋滞の名所であったが、2006年春に立体交差が完成している。新石川一丁目に、私立山内小学校、新石川一丁目に近接して東急田園都市線。 横浜市営地下鉄部獣ライン、あざみの駅、横浜銀行あざみの支店、新石川2丁目に新石川公園、新石川日向公園、新石川3丁目に、私立新石川小学校、国学院大学多摩プラザキャンパス、横浜新石川郵便局、新石川4丁目に、高津公園、新石川2丁目及び3丁目に近接して東急。 田園都市線とマプラーザ駅、多摩プラーザテラスがある。東は、続木区歩みが、丘、川崎市宮前草木沼、西はあざみの、南は、江田町、北は、美しが丘と接している。住宅地の地価は、2017年1月1日の工事地価によれば、新石川三丁目16の7の地点で44万4000円、平方メートルとなっている。 従来の由緒ある地名、石川を残したいという地元の要望より、新石川とした。なお同じ横浜市内には、石川町があるため、区別するために、元、新を冠している。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。